どうもこんにちは、HP エリートブック830 G5 のメモリ増設手順を紹介します。スペック表による PC のメモリ仕様です。今回準備したメモリを紹介します。 CFD スタンダード D4N3200CS8GDDR4 3208GB ノート PC 用の SO RIM です。概要欄に商品リンクを貼っておきます。今回のメモリは PC 仕様より早いですが、下方互換なので仕様通りの速度で動きます。さあ、行くぞ。手順1、電源を切る。この PC はバッテリーを簡単に外すことができません。確実にシャットダウンしてください。スリープで作業してはいけません。手順2、裏蓋を外す。画像の丸がついている箇所のネジをすべて緩めます。ネジは脱落防止になっているので抜けてきません。ネジを緩めたら裏蓋を外します。手順3、メモリを外す。メモリを固定する金具を外側に開いて引っかかりを外します。メモリが手前に浮いてきます。メモリをスロットから引き出します。手順4、メモリを挿す。メモリをスロットに斜めに挿します。奥まで差し込んだらメモリを倒し、金具に引っ掛けて固定します。手順5、裏蓋を取り付ける。裏蓋をはめ込み、ネジで締めます。手順6、動作確認。PC を起動してタスクマネージャを開きます。メモリ容量が増えていることを確認します。起動しない、認識していない場合はメモリが正しく取り付けられていない可能性があります。再度裏蓋を外し確認します。動作が不安定な場合は Windows メモリ診断を行います。メモリ診断でエラーが出た場合は相性が発生しているか、メモリが壊れています。その場合はメモリを交換します。最後までご視聴ありがとうございました。